さて始めましょうか。リビングレジェンドブレーメンの呪いの続きです。前回は塔の上まで上がってきたらもうすでにお亡くなりになられたラプンツェルプランターじゃないラプンツェルがいまして、でそのラプンツェルのご遺体が再度塔に戻ってきた時にはもう亡くなっていたということなんですが、まあ知っているラプンツェルのお話とはかなり違う感じですよね。ブレーメンでちょっと気味の悪い女の子、ちょっと人と違った女の子をみんなが恐れて塔へ閉じ込めていたということで、それがラプンツェルで、多分ブレーメンの人を恨みながらここでお亡くなりになられて、それが霧の魔女としての呪いになって今ブレーメンの方へ復讐に行っていると。その中に主人公が、まあ、音楽家の人たちも同じなんでしょうけど、たまたまそこに来ちまったと妹の音楽祭を、妹が出る音楽祭を見るがためになぜこんなことになっているんだ。でしかも主人公今、霧の魔女の呪いにかかっておりまして、まあ取って代わられるということですね。まあもう本体お亡くなりになられていたので新しい体を欲しがっているという、まあありがちな設定ありますな。ということで、まずお楽しみの物探しですね。はい、物探し。近頃なんかいろいろと病気がちで、まずちょっと読みます。コーヒー豆、イーゼル、人で、首輪、ロバ、瓶が5個ね。鉄の、横顔この色の字はちょっと目の悪い人間にはすごく読みづらいんで虫眼鏡、リンゴ、写真、八角っていうのはなんかあれですよね、多分ハーブか何かスパイスか何かですよね、多分そうだと思う。蝶は今日は一匹ですね。話しようとしてたんだっけ。コーヒー豆さっき見つけてましたね。ロバ。これロバじゃないね。コマね。そう、病気がというよりも、なぜかしら、膀胱炎、まあ、年に1回ぐらい膀胱炎を起こす。まあ、特にこういう時期ですね。季節の変わり目とかに起こしやすかったんですけど、大概瓶で、病院に行って抗生物質飲むと1日2日で大体症状は治まって、で火打ち石がある。だからろうそくに何か詰まってる火打ち石が、でまあね、完全に菌をなくすために薬を途中でやめることなくやっぱ最後まで飲み切る。で今通ってる先生は、まあ、用心のために最初は強いお薬を出してくださるんですけども、これ六角、これでハーブかなんかするねその後もうごく軽い抗生物質をちょっとまた5日ぐらい飲みましょう、飲んで、で完全に菌を殺してしまいましょうねみたいな感じで処方してくださるんで、まあ、その代わり5日おきに病院に行かなきゃいけないんですけど、それをやってもう一度はもう症状も何もなくなって、全部飲み切ったしこれで大丈夫だろうと思っていたんですが、1週間ぐらいしてまた膀胱炎になっちゃいまして、でまたまた病院に行ったわけっすよまたかねって言われましたけどね、先生に。
またかねって言われたって鉄の横顔、はい。でまあ立て続けだったから、でなぜか前の時も、以前ならその強めの抗生物質、一番最初に出る抗生物質、朝1回飲むだけのやつですけど、それで3日ぐらいで症状が取れてたのに、今回取れなかったんですよね。5日飲み切ってまあなんとかぐらいだったんで、まあ、ちょっと効き目悪かったなっていう気はしてたんですが、これどこで使うんだろう。で、持った今回、だからまた同じように強い薬を5日、で弱い薬を5日、まあ、飲むという形であれしたんですけど、やっぱり症状取れるのが遅くて、やっとなんか今、前の分の5日を飲み終えて、弱い薬を1回、今日、飲み始めて、なんとかなんか、楽になったかなっていう感じで。で、まあ、頑張ってね、頑張ってますね。誰だって、ジェイコブさん。これどこだろう。こっちかな。紋章がなくなっているっていうのは覚えてるけど、こっちはどうだったかな。これだもんね。っていうことはここじゃないね、まだ。で、昨日まあそういうふうに抗生物質飲んでもちょっと効き目が悪いっていうふうな話をしたら、先生がということだったんですけど、先生が何でかしら突然語り始めました。今通ってる先生、ちょっと不愛想とは言わないんですけども、もうなんていうんですか、感情の話はあまり聞かない先生って言ったらいいんでしょう。自分の説明だけパッパッとして、もうはい終わりみたいな感じの先生なんですけど、いやー、ただそれでもよくこう患者のその状態は見ていって、適切な処置はしてくださる感じで、やっぱ患者のぐじぐじ言うの聞いてたって、精神科医の先生じゃないんですからねその先生はもうとにかくよりよく治すことだけを考えているような先生で、患者がいらん心配をする必要はないみたいな、なんかかえって逆にすっきりしてあ、もう先生に任せてりゃいらん心配せんでいいかなぐらいのそういう病院の先生なんで、まあ外科医の先生だから、そんな、まあ外科医でも個人病院だから、外科医内科医って両方しなきゃいけないわけですよね。薬の処方しなきゃいけないから、内科医は絶対しなきゃいけないわけですけど、だから一応ね、看板には外科医と、外科専門だけど、まあ処方もするから内科医というのは出してるわけで、まあ膀胱炎ぐらいだったら検査とかもできるわけなんで見てくれるんですけどね、メインはだいたい外科医なんです。いや、私がにゃんこに噛みつかれた時に通った外科医なわけですよ。外科の先生、怪我とか分かりやすいですからね、患者にそう説明するで、内臓って見えないから、患者ってすごいこうなんやかんやいろいろ心配するのもあるだろうけど、まあそういう内的な、内臓関係的な内科医には向いてない先生だなとちょっと思いながら、外科医として腕がいいのかもしれないですけど、で私がそれでまあね、なんやかんや言いながら内科医に膀胱炎でかかっちゃったもんだから、まあ先生のあれ、あ、ここだ、はい、ここだ、ここだ、なんかえらい遠回りしたな。おしゃべりしてる間に遠回りしましたね。なのでこれはここなんだ。あれ？あ、これ取るのか。はいはい。まあそんな先生のおかげであれなんで、まああまり悩まずに、あ、カットシーンですのでちょっとおしゃべりやめます。Imprisoned in the tower.
The girl waited and waited for her parents to save her, but they never came. Not in a day, not in a year, not ever after. The girl's hair continued to grow, and with it grew an all-consuming hatred of Bremen and its citizens. She died alone, but her magic and her hatred remained. This power eventually reached the town of Bremen, heralding the dark times. やっぱりあの、私が知ってるのもあのどちらかというとディズニーのラプンツェルですけども全然話が違う感じでしたね。さて、でまあね、膀胱炎だからまあね、抗生物質飲めば治るだろうみたいな感じだったり、今回ちょっと効きが悪いっていうのはちょっと気になるのは気になるんですけど、そんな時に先生が珍しく患者の方を向いて、まあ、患者の方を向きもしない先生ですからね、あの先生ね腕はいいんでしょうけど、でミニゲームですね、ミニゲームやっていきます。はい、開きました。おお、突然次のロケーションに来ましたねそれで先生突然続きの話の続きを始める。道具はどうやって取り除けばいいのかしら。スコップで、この像は何か面白いものを持っていそうだけど高くて届かない。直す。これは何だろう。巨大なくるみ割りだった。ルーンの一つが足りない。はい、茨です。先生突然なんかお話を始めてくださいまして、リンゴだまあずっと抗生物質が効くのが悪かったんで、まあ、強い薬を出し続けてつけることを私が望んだわけではないんですけど、ワンちゃんかわいそう、餌をあげたらなんか突然抗生物質は長く使うことができないんですっていう話をで、なぜかしら指を刺すようにして耳鼻科の方ではなんか30日分ぐらいの抗生物質を出してくれる、そういう話を聞くんですけど、私はその話をした覚えはありません。開かない。入るにはトークンがいる。はいはい。ロザベラのバッグ。これを開けるには R のエンブレム。はい。物探しのようなので物探し行きます。 BGM が壮大です。一房の紙、トンボ、帯飾り、扇子、食台、目、スズメ、カップ、太陽、貝殻、鏡、剣ですね。剣にそんな石に刺さった剣は勇者かなんかに任せてください。私は抜きたくないですよ。私はそんなことはまた話の続きを始める話長くなるな本当に。抗生物質は長く使えないっていうのは私は知っております
体制がついてしまうと、いざという時にもうそれこそ外科医の先生なんかだったらやっぱり身にしみるのが、どこで大怪我するかわからないんですよね。病気はとかはまあなんとか自分で気をつけるができても、突然事故に巻き込まれて大怪我をしました、で傷が炎症を起こさないように、まあ腐らないようにとかですね、まあ抗生物質を使わなきゃいけない時がある、でそういう時にいざという時に抗生物質が効かないっていうなことになるのが、やっぱりまあ外科医の先生としては心配なんで、そのいつかで切って次の抗生物質、また弱い効き目の弱い抗生物質に変えるっていうのも、同じ抗生物質をずっと使い続けるのが良くないっていうのが、まあそういうことを考えてそういうふうに変えてくださってるっていうのも、まあ大体想像はついてたんですけど突然先生が30日とか出す先生もいらっしゃるみたいだけど、耳鼻科の先生もいるみたいですけど、うちはそんなことしませんので、できませんので、いやしてくれって言ってないっつうの私は。いや分かってるから、もうこれで治らなかったら、まあ、膀胱炎がまた立て続けに出るようにあったら、やっぱ他の手を考えなきゃいけないっていうのもね分かってたし、もしかしたら他に原因があるかもしれないですからね。膀胱炎を起こしているけども、膀胱炎を起こす何かきっかけみたいなものが菌だけじゃないかもしれないわけですからね。そうなるとやっぱり外科医の先生にお任せするわけにいかないから、やっぱちゃんと泌尿器科に行くかなんかしなきゃかなと思ってた、考えてはいたんですけども、まあそこはそこでね、先生の判断もあるし、私自分自身の判断でもあるんで、剣がこれ鶴橋か何かでこの岩を壊せってことかな、その岩を壊すための道具みたいなのが全くないんですけど、どうすればいいのだろう。これなんだ、あ、帯飾り、あ、アイロン壊す、アイロンで、あ、剣取れた。いや、もうそれこそ、まあ、抗生物質にしても痛み止め、まあ、この間、思いっきりなボルタレンを、よく効くからとか言って飲んでた人ですけどね、それもやっぱり、限度っていうのがありますからね、ちょっとした痛みぐらいだったらやっぱりちょっと柔らかいカロナールとか、かなり弱いのを使って、もうほんとどうしようもない時だけロキソニンとか、もうほんとさらにどうしようもない時だけは、これくるみ割り人形の代わりに使えるってことね、はい。でこれといいハンマーっていうのはこれのことか、はいはい、これで、ああ修理できた、うん、よっしゃ、これ残ってるんだ、あ、剣またもらえる、もらってんだお薬でもですね、まあ薬においては私ももう副作用を起こしてね、なんて筋肉の症状、まあその病名にはならなかったけど、黄金筋誘拐症になりかけてるという副作用も起こしてるし、で肝臓っていうのもやっぱり肝臓に負担がかかるのも薬飲み続けてると負担かかるし、それでね肝臓の筋が上がってしまった可能性も高いので、でそう考えるともうそれ飲み続けなければならない薬というのもあるけども、痛み止めや抗生物質というのはやっぱり極力飲まないに越したことはないっていうのはね分かっているんで、自分で多少制御できるからボルタレンでも処方してくださいって言って言えるんであって、だから処方してもらっても本当
先生なんか思いっきりね20個ぐらい出してくれたんで、いやこれは私が通ってる主治医の先生ですけどね、ボルタレンはもう出しませんよって言われて、いや先生もそあそこまで出してくれたらもう3年分ぐらいありますが20個あったら3年持ちますね。もうそれぐらい本当迫った時もうどうしようもない時しか飲まないつもりで、でたまたま腰の痛いのがもうどうしようもない状態だったんでもらったですけど、まあどうしようもない時のためにちょっと予備として置いておきたいっていうのがあってもらったんで、そこまで気前よく出してくれるとは、まあ、大体あれ5錠ぐらい出ていいのが普通ですからね、それ以上はやっぱなかなか出してくれる先生いないんで先生それはやっぱちょっと出しすぎっすよみたいな、まあ分かってるっていうのが あるから出してくださったんでしょうけどね。だってもう本当ね腰が痛いってなった時は病院に行きたくたってもう行けないですもんね。しょうがない、痛み止めで抑えて行くし病院に行くしかないみたいな時もありますしね。これエンブレムって、私エンブレムどっかで見たよ。これで先に進めるって、それさっきここなんかおかしいなと思ったんだ。で物探しがあってここがエンブレムでしたね。ほい、あ、ほんでこれが出てくるんだ。で、あともう一個って、これどこの分なんだろう。よくわかんないけど、自分の話の夢中になって、ただちょっとゲームをひたすらやってる状態になってますね。まあまあまあ、何のことはなく、私なんかどう素人ですけども、病院に通って、通院してるのも、いろいろなことで通院したりしてるんで、で、まあ、薬の副作用にも悩まされたんで。まあ、そんな人間からの、あれで。抗生物質と痛み止めだけは極力、いざという時のため。いざという時のためって言って言うと、まあ、大きな病気をして手術しなきゃいけなかったら、時とか考えたら、考えるんですけども、これ、保険と同じですよね。生命保険と一緒ですよね。病気した時のこととかあんまり考えられないですよね。大きな手術しなきゃいけない。でも今度外科医の先生、外科って私あんまり行ったことないんですよ。もう整形外科でさえあんまり行ったことがない。骨折ったことない人なんでですね、一遍だけ尾底骨ひびが入ったっていうことはありますけど、まともにその手の骨、指の骨すら折ったことがないので、で腰が悪いから整形外科には行くけど外科って本当ない。ところが猫に噛まれて初めて、なんか若い頃には行ってたんでしょうけど年取ってから行ったことないんで、で外科に行って初めて、そういつ怪我するか分かんないんですよね。病気よりも怪我の方が可能性が高いですよね。こけて、骨折ったとか、思いっきりなんか例えばガラス、割れたガラスに突き刺さってしまったとか、そんな時にでもその傷口からどんな菌が入るかわからないから、やっぱ抗生物質って必要なんですよね。そういうのを考えると病気だけじゃないんだ、怪我のことも考えとかなきゃいけないんだ、一応なんか怪我の保険入ってますけどねそのためにもやっぱり抗生物質とか痛み止めとかは極力使わないようにしないとダメだなと思ったという話を長々としてしまいましたね。結社のシンボル、タンバリン、ハサミ、地図、太陽、雲、マーガレット、カボチャ、小鳥、宝石、花輪、鍵。このエンブレムが気になってしょうがないんですけど、これ何？
なそこでそんな点滅されたって困るんやけど、これ結社のシンボルじゃないの？どこだっけ？タンバリン。これもしかしてペアを探すみたいな感じ？おお、そういうの、それはペアを探してくださいってここに注意書きしとこうよね。鍵はなかなかこの中でペア探すのは結構な大変なことですよ。物探しの最中ってあんまり、これかぼちゃかな、早送りしないんですけど、この状態だと早送り状態になるかもしれないです。カラス、あ、これ小鳥じゃないよ、カラスだよ。うわー、相手方を見つけないとどうしようもない。あ、鍵見っけ。これ何？これは、リース。リース、これかな？小鳥？トンボだろ？太陽。これ違うの。あらまあ、花だ。花。花。これだ。おや、太陽あった。ハサミ。ハサミ、一個はここ見つけてる。もう一個ハサミ。あった。ハサミ。ハサミ。鳥。これなんだろう。あ、これだ。絶対小鳥じゃないと思う。これと、これかな。地図。地図、地図、地図、地図。地図見っけ。地図見っけ。雲。雲、雲、雲。雲。一個はここにいる。もう一つは、もう一匹はどこだ。クモさん、これトンボさん、あ、クモさんいた。オッケー、ランプ、はい、あ、またランプ？お、火の消えたランプ、またコナがいるんじゃん。だろう？またコナがいる。さて、次はこっちかな。なんか今日は進んだような気がしないんだけど。これと、ここだよね。これと、これは別物だよな。インベントリーの中が思いのほか溜まってないんすよね。これ砕くって多分この粉作るためじゃないかな。で、これは多分これで切れるだろう。これなんじゃらほい。なんじゃらほい。入場トークン。ほう。で、次のロケーションまで行ってるんですね。話しながらやるとさ、絶対なんか、あ、ワンちゃんに餌、餌をあげるからね、ちょっと待っててね。それをしなきゃいけない。あ、こっちはいけないのね、橋が壊れてる。ここのトークンがこれ、手が入ったですね。で、あんまり進んだような気はしないんですけども、今日はこの辺りで終わろうと思います。なんかちょっとおしゃべりしながらやってみようかなと思ったんですけど、ろくでもない話でしたよね。はあ、構成物質の話してどうすんだろうな。まあ、たまたまね、昨日か、一昨日か、先生が、外科医の先生がそんなことを真剣に、私何も聞いてないのに、だいたいこの先生あんまり話してくれないから、こっちは話してもしょうがないなと思って、とにかくまあ検査してもらってるし、それで分かって、病状どういう治療したいのかっていうのも分かってるので、
果たして聞くこともないし、うん、と思って、はいはいとしかもうね治療法っていうのかな、薬のこういう薬出しますね、こういう風にしますねみたいなの、はいはいって聞いてるだけで、先生と話をするっていう感覚全くなかった。突然話しかけられて、しかも 何の愚痴ですかみたいな、どっかの耳鼻科の先生はでそんなこと言われても、なんか指さしてるから、近所に確かに耳鼻科があるんですよ。その耳鼻科がものすごく、ね、なんていうの、評判の悪い耳鼻科で、私も行ったことあるんですけど、もうものすごく偉そうにしてる先生なもんだ、女の先生なんですが、もう二度と行かないと思ったような感じで、まあ検査とかきちんとしてくださるんで、その腕が悪い動向ではないんですよ。ただいらんこと言いすぎるんですよねこっちはほらもう内科の先生に他の病気でかかってるわけですよ。それに対してその先生は甘い、私だったらここまで厳しくするのにみたいなね、上から目線で言うんですよね。それは今私がかかってる内科の先生にもう私がお任せしてることなんだから、耳鼻科の先生に言われる筋合いないですよっていう感じで思ってしまったんですよね。それぐらいなんか他の先生より私の方が偉いのよっていうような、そういうなんかね、ちょっと上から目線というのかな、患者に対してもそうだけど、他に病かかってるその内科医の先生とかに対してもなんか上から目線みたいな感じだったので、ちょっと嫌だなと思って、その先生評判が悪いのは知ってたけども、その外科医の先生が近く、その耳鼻科の先生がちょっと指さしたのが多分そっち方向だったんでよっぽどじゃないけど腹立ったんでしょうね。なんかあそこの先生は抗生物質を30日分出してくれたよみたいに患者に言われたんじゃないかと思うんですよ。それでたまたま私がまた抗生物質の必要な、ね、状態で行ったから、言われる前にとなんか説明しなきゃいけないっていう思ったんでしょうかね。抗生物質はそんなに長くは出せませんので種類を変えるとかそういう風にしないと耐性がついてしまうので、ちょっと思わず私はバラの何ですかね、消毒液殺虫剤ですかね散布するんですけど、あれも耐性がつくのでローテーションって言って違う種類のをこう前目に変えてやりながら殺虫剤ね、殺菌剤っていうのを散布しなきゃいけないんですけど、そういう意味もあれは耐性がつくから、バラの方に、そう、バラの方じゃない、虫やら菌の方に耐性がついてしまうので、あんまり同じ種類のもの薬を使い続けるのは良くないみたいな、バラと一緒かとか思いながら聞いてましたけどね。でまたここで何長々と話してるんだって、その間にね、クロちゃんが私の上の上に、腕の上に、マウスの上にしっかり座り込んで、ああダメダメ、はいはい、もうすぐ終わるからね、後で遊んであげるから、まあそんな話で、あそっか、耳鼻科の先生にやっぱりなんか恨み持ってんのかなこの先生とか思いつつも、もうおとなしく先生の言う通りにしておこうと思ったというお話でした。さあ、さっき、ゲーム自体はもう先に進むがためになんかいろいろミニゲームやったりしてる状態で、あとワンちゃんが助けたいので、ここを開けて、このなんかここに向かうのが目的じゃないかなと思うんですけども、それで、ラプンツェル の遺体をね、誰かが引きずって持っていっているの、それが誰なのかですね。どうも予想するに、もう呪いにこう支配されてしまったロザベラではないかなと思うんですけども、まあロザベラ、最終的にロザベラを助けないといけないので、でワンちゃんも助けないといけないので、次はそういう状態になると。それを目指して
やっていこうと思います。それでは長々とお話しして申し訳ないです。それではまた。